こんにちは。1月12日のちなしらが始まりました。先週はもう希望という言葉をねいただいて、宝きみこさん素敵なゲストをお招きしたんですけれども、今週は月1のイベント情報を中心にちょっと告知の方を行いたいと思いまして、私一人なんですけれども、沖縄県内のこの1月2月の、イベント情報、ちょっといろいろすごいたくさんいっぱいあるのでご紹介していきたいと思います。日にちの早い方からですね、この土曜日日曜日で一歳合祭展 in イオン那覇ということで、ジャスコの前の広場ですよね、あそこでオレンジリボン運動というのがあります。こちらは主にハンドメイド雑貨とか、マッサージとか占いとか、あとそうですね、いろんな体験コーナーとか、あとボディジュエリーとか、なんかそういう女性がすごい興味ありそうなものがいろいろ詰まったイベントになっているようです。1月14日15日、いずれも10時から18時まで、那覇ジャスコショッピングセンターの向かいの1階のですね、中央広場ということですので行ってみてください。詳しくはですね、イベントコーナーでもう1回ちゃんと書いておきますので、またご覧になってくださいね。それから、これも1月15日日曜日ですね、第62回本部手作り市開催のお知らせです。こちら今度初笑いっていうことで、お気楽亭水耕独演会と称しまして、お気楽亭水耕さんが上演なさるそうです。本部に笑いの花を咲かせますということで、午後1時半からこちらは本部市場の中のですね、ゆくいどころさんにて入場無料だそうですよ。お待ちしていますってことなので、すごい面白そうなので、これ行ってみたいですね。ぜひ皆さんお出かけください。1月15日1時半からですね、水耕さんの独演会で、手作り市は10時から4時までということになってますね。こちらも毎回すごくいろんな手作りジャムのお店とか、手作りの陶器出してらっしゃる方とか、いろんなすごい可愛い雑貨とかもあるので、ぜひ行かれてみてください。それからその翌週ですね、1月22日ですね、那覇新都心コープアップルタウン2階のエレベーターホールで手作り雑貨市がまたあります。布雑貨とか手作りのアロマ、あとペーパークラフト、ヘアアクセサリーとかお守り、そんなようなものがいろいろ出るようですよ。那覇新都心アップルタウン第1回ですね、今回初ですね。1月22日手作り市開催っていうことですね。こちらは、10時から17時までとなっています。ぜひ行かれてみてください。それからやっぱりこの1月っていうとね、やっぱり沖縄日本一早い桜祭りっていうことで、桜祭りが4つありますね。これをご紹介していきたいと思いますね。1月の21日土曜日から2月の19日日曜日までですね。なんか今回すごくいろんなですね、盛りだくさんのなんかクーポンだったり、いろんなものがあるんですよ、このお祭りに関してですね。ちょっとご紹介しますね。なんかそう、特典なんですけど、マリンピアザ沖縄さんでは、なんと紅そば御膳888円というお値段でランチタイムをやってるっていうことですよ。この1月21日から2月19日までずっとこの御膳がいただけるということですのでね。
マリンピアザ沖縄さんですね。それから竜宮城蝶々園さん、こちらはあの大ゴマダラがいっぱいいるあの蝶々園さんですね。こちらもあの竜宮桜そばセットというのがこの期間中いただけるみたいです。それからまたミニベニーモフィレート桜バージョンということで、あの5号サイズの粉、ケーキみたいな、なんだろう、タルトみたいな感じかな、桜バージョンっていうので、ちょっとですね、あの普通のベニーモタルトとは一味違った、この時期しか味わえないものがあるみたいですので、こちらも要チェックですね。竜宮城蝶々園さんです。それからですね、あのやんばる海の駅さんっていうのがあるんですけれど、こちらはなんとハイビスカスティーとか、あの多分いらしてくれた方皆さんにお配りしているようなので、ぜひ行ってみてください。あとやんばる特産品が当たる抽選会などもあるみたいです。こちらはですね、毎週日曜日、1月22日29日2月5日12日最終日19日、いずれも10時から17時まで開催してるみたいですよ。ぜひ行ってみてくださいね。それからですね、森のガラス館っていう名護の B 股にある琉球ガラスさんのお店ですね、館ですかね、森のガラス館さん、こちらはなんとあのこの期間中商品が 10% から 20% 割引になるそうですよ。そしてあの3000円以上のご購入で、なんとガラスの花のカードホルダープレゼントっていうことなので、こちらもちょっと面白そうですのでね、行ってみてください。それとまたあの光の花祭りというイベントもあるみたいです。これは1月14日から3月31日まで行われるということですので、桜祭り見た後にぜひですね、こちらの方も寄られてみたらいいと思いますね。ちなみに営業時間は9時から18時までで、年中無休だそうです。はい、他にもあのすごくいっぱいいろんなところがですね、割引をされてたり、クーポン券を出していたり、いろいろあのカクテル1杯プレゼントとかですね、いろんなところでやっているので要チェックですね。これは多分桜祭りっていうので検索したらいっぱい出てくると思うんですけれども、ちょっと時間の関係で割愛させていただきますが、ぜひいろいろなお楽しみがあるのでチェックしてみてください。桜祭りですけども、元部八重岳桜祭りがですね、1月21日土曜日から2月の5日まで、そして、名護桜祭り、こちらは1月28日から1月29日まで、これって2日間ですよね、一応でも桜は一応ずっと咲いているので、お祭り自体は一応この2日間は多分会場で何かあったりとかするんでしょうね。それから泣き神城桜祭り、こちらは1月21日から2月5日まで、そして久米島でも桜祭りやってますね。1月27日から2月5日までということですので、ぜひチェックしてみてください。日本一早い桜祭りということで、この期間は本当に一足先に春を先取りという感じで、いいですよね。沖縄にいると、いるとっていうか、沖縄ならではの季節の味わいがあるというかですね。それからですね、今度沖縄市の方でも産業祭りがあります。これは、沖縄県の総合運動公園体育館およびその周辺ということで、1月の28日から1月29日、2日間ですね、イベントがあります。本当に沖縄市産業祭りっていうのは、沖縄市内で大体作られている農産物とか、あと海産物、そしてそれらの加工品、
木工工芸品、琉球音楽、琉球楽器、焼き物、あと食料品、泡盛などがもう一堂に集められているっていうことですのでね、ぜひ行かれてみてください。で、多分でも沖縄市内だけじゃなくて、その周辺の宜野湾市とかいろんなところからも出店があると思います。それでその中でですね、なんかクイズフェスティバルっていうのをするみたいなんですね。ちょっと面白そうだったのでこれもチェックしてみました。ですね、これは市内、沖縄市内になるのかな、の小学生4年生から6年生を対象としたクイズフェスティバルを開催するそうですよ。1月29日10時から15時っていうことですね。で、対象が沖縄市内の小学生4年生から6年生で、保護者が同伴できる方っていうことになっていますね。一応申し込みがですね、1月18日までとなっています。詳しくは、沖縄市産業まつり実行委員会事務局の方へお問い合わせください。多分クイズフェスティバル in 沖縄市産業まつりっていうことで、検索していただくと申し込み書も多分ダウンロードできるようになっていると思います。一応ですね、問い合わせ電話番号を今申し上げておきます。939-1212 です。これは沖縄市役所の商工振興課にかかります。内線3222ですね。こちらの方へお問い合わせください。詳しくはですね、うちのあちゅらのイベント情報でも書いておきます。うちのあちゅらのイベント情報はですね、今こちらに出ています。これがうちのあちゅらのトップ画面なんですけども、こっちですか。ですね、出ました、ここです。右サイドの方ですね、こちら、ちょっと大きくしますと、イベント情報というのがありますので、こちらですね、こちら、こうやってカーソルを持っていくとアドレスが出てきますので、こちらのアドレス、クリックしていただいてもそのままフォームには行かないようになっています。なんでかというとですね、これですぐ開けない方がいらっしゃるので、コピーペーストで貼れるようにと思いまして、URL を表示してあります。これをコピってですね、ご自分のメールからうちなちらの方へお送りください。イベント情報を失礼しました。イベント情報を載せたい方はこちらの URL のメールの方へお送りくださいね。そして、実際にどんなイベントがあるかなというのを見たい方は、こちらのイベント情報を見るというところをクリックしていただくと、そのイベントをいろいろ書いたブログの方へ飛ぶようになっていますので、こちらの方をチェックしてみてください。今番組で紹介したイベントもですね、ここの方に書いておきますので、今まだ書いてないんですけど、これから書いておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、後半も引き続きイベント情報いきたいと思います。